い食い方だったね君ね。日本各地で自然を身近に感じながら上質な時間を楽しみませんか。今回の大人釣りクラブは長野県大町市の旅、鹿島槍ガーデンでトラウトフィッシングを満喫。お、来た来た。そして素敵なご当地グルメにも出会いました。美味しいです。うん、うん、釣りは人生に潤いを与え、より一層豊かにしてくれる文化です。釣り人ならではの楽しみ、旅、食を通じて上質な時間をご一緒しましょう。大人釣りクラブ。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、しまのの提供でお送りいたします。さあ皆さんこんにちは。今回も始まりました大人釣りクラブ。釣りの経験がない方、最近ちょっと釣りから離れているなという方、そして今も釣りはしているけれど他の釣りにもチャレンジしてみたいという方、そういったアクティブシニアの方を中心に楽しいフィッシングライフをお届けする番組です。釣りとともにですね、訪れた土地の歴史や、ね、そして文化に触れ合う、もういろんなことをしてみようということでございますんでね、たっぷりとお伝えしたいと思います。はい、さて、今回は長野県大町市にやってきました。大町市といえば、ああもう村田はじめの第二の故郷というぐらい、まあ、たくさんの第二の故郷があるんですがね、そんな場所でございます。十分知り尽くした場所でございますんでね、ぜひ楽しみにしていてください。長野県北西部に位置する大町市。西側には日本の屋根と言われる3000メートル級の北アルプスの山々を連ね、豊富な自然に囲まれた山岳観光都市です。鹿島川沿いには大町温泉郷が広がっています。落ち着いた雰囲気の旅館が立ち並び、日頃の喧騒を忘れさせてくれます。こちらは鹿島川に架かる鹿島大橋、絶景スポットとして有名な場所です。鹿島大橋という橋なんですけどね、なんと61年前にできた橋です、ね、でこの下に流れる川が鹿島川、はい、でこの川をビューンっていくと303キロ行きますと303キロ、日本海に出る、はい、ね、そういう場所でございます。見ていただくと分かるように水が一滴も流れておりません、ですね、びっくりしました。ね、カラカラでしょ、はい、だから確かに、ね、雨が今度全然少ないんで、心配なのはお魚ちゃんがこの状態でどうなってるか。そうですよね、これ今非常に暑くてですね、暑いです、30度超えなんですが、はい、ね、大丈夫です。大丈夫ですか。鹿島槍に行きますと、はい、涼しくなります。涼しく、どれぐらい変わります。はい、ここよりはかなり涼しく、10度近く落ちると思います。そんなに落ちるんですね。そこなんですけどね、はい、あっという間にキュンカンカンカンになってますんでね、はい、うまくすればうまくしますが、うまくしないと、まあ、こんなカンカン照りの天気の時には、はい、ちょっと今回は難しいかもしれませんが、まあそんな中、はい、我々でございますから何とかします。頑張ります、はい。続いて2人がやってきたのは信濃大町駅のすぐ目の前にあるお店、豚の散歩。ここでは大町市名物のある料理が味わえるそうです。おお、来ましたね。おお、来ました。ダムしてる、ダム。ほら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 、盛り上がりがすごいですね。盛り上がりがね、ダムサイドには野菜が、これあの黒部ダムというやつだ。まあ、通称黒ヨンって言うんですよね。黒ヨン、うん、黒ヨンね、まあ、この大町の上の方にですね、はい、長野県のこう 県高いのところに、この巨大なダムがありまして、まあ、日本最大級というね、はい、ダムなんですけど、まあ、これはもう本当にあのね、その黒部ダムをこう盛り上げるためにですね、この大町という町がですね、はい、全体的にこのダムカレーを作っているという噂をちょっと小耳に、ね、なるほど。10年ほど前から大町市のさまざまなお店で出されるようになったご当地グルメ、黒部ダムカレー。
豚肉専門店のこちらのお店では、こだわりのほぐしチャーシューとたっぷりの野菜が乗った特徴的なカレーが味わえます。すごいです。しかもスプーン思いました。スコップでございます。ね、ダム掘れって感じなんですね。はい、じゃあちょっと早速行ってみましょうかね。はい、どれどれ。うんうん、あ、ダムの味が。ダムの味ってどんな味よ。どれ。うん、あ、いいなこれ。あ、このカレーいいですよ。しかも野菜もついてるしね。どうですか。いただきます。はい、うん、美味しいです。うんうん、美味しい。そんなに辛くはないですね。うん、食べやすいです。はい、うん、あ、ダム決壊しちゃいました。うん、うん、しっかりお肉の味しますね。うん、でも細かく切ってくれてるので、そう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 、食べやすいですね。うん、こちらのお店では黒部ダムカレーの他に、豚骨をじっくり煮込んで作った濃厚スープが自慢のげんこつラーメンも楽しめます。観光客や家族連れに人気のお店、豚の散歩、皆さんも訪れてみてはいかがでしょうか。村田さん、うん、今回行く鹿島槍ガーデン、うん、どんな管理釣り場なんですか。ちなみにですね、まあ、日本最大級、ね、大きい管理釣り場さんは何軒かあるんですけども、はい、そこは大体フライがメインだったりとかしてて、鹿島槍ガーデンってのは基本的にどこの場所でも全部ルアーが触れるんですよ。はい、だからそういった面ではルアーフィッシングができる管理釣り場としては最大級、うん、ね、しかも魚も最大級、お、ね、まあ、大型の魚が非常に入っていて、はい、まあ、日本で言いますと人気ナンバーワン、うん、まあ、こうご期待という感じでございますね。私、初めてなんですけど、大丈夫ですか。全然大丈夫です。何の心配もしておりません。はい、村田はじめっていう人がついてるらしいという、ね、噂を聞いておりますので、ね、全く大丈夫でございます。はい、ご指導よろしくお願いします。はい、この後、鹿島槍ガーデンでトラウトフィッシングを満喫します。おっきいよ、ほら。長野県大町市で釣りを楽しもうとやってきたのは、人気の管理釣り場、鹿島槍ガーデン。トラウトフィッシングを始める前に、まずは村田さんにタックルのセッティングを教えてもらいましょう。まあ、管理釣り場には管理釣り場用のですね、少し柔らかめの竿がいるんですね。ですから釣り竿はですね、まあ、非常にウルトラライトよりも柔らかい、ウルトラライトや、スーパーウルトラライト、さらにエキストラウルトラライトといった、非常にこう柔らかいタイプの竿が必要になります。硬すぎると弾かれるということになるんですね。リールのサイズなんですが C2000、もしくはですね C2500 というのが今の管理釣り場の一般的なタックルになります。さあ、ルアーですが、スプーンと言われるものですね。ちなみにこれ非常に細身のタイプです。この細身のタイプと、ちょっとこうレインドロップ型っていうんですが、こういう形ですね。二通りの形があります。で、この細身のタイプというのがですね、基本的には非常に棚が浅い、深い棚じゃなくて浅いところを泳いでくるタイプになります。それとこのモコッとした感じの、ね、タイプなんですが、このモコッとしたこのタイプ、これはですね棚が非常に深くなります。
同じように巻いてもちょっと深いところを泳いでくるという、タイプになりますね。続いてラインの先にスプーンをつけるための結び方を教えてもらいましょう。さあ糸の結び方でございますけどね、はい、まあ、小さなこのスナップがありまして、うん、これにこう通します、はい、糸を一回通しますね。これ、はい、こんな感じになります。でこの糸をもう一度この中に入れます、はい、でそうするとここに輪ができ輪っかができるんです。これ、はい、輪ができました。で大きくやりますよ。でここの輪の先を4回ほどねじります、6回7回8回とやればやるほど、弱くなります。いいですか。だいたい4回から5回ぐらいまでにしてください。でこの輪の中二重になっているところに通します。通してちょっと締めらせてあげてグッと引っ張る。これがまあ俗に言う最強、ダブルクリンチノットと言われる締まり方です。そしてこのスナップにスプーンを取り付けます。スプーンにはですねスプリットリングという昔はここにリングがついてたんですが、これはついてないんですよ。今のタイプは全部ついてません。でそこにスナップで、引っ掛けます。でこれすることによって、スプリットリングよりも非常にいい動きになります。スプリットリングがついてる、まあ、昔のタイプをお持ちの方はですねスプリットリングを外して、お使いになってください。タックルの準備を教わったところで早速トラウトフィッシングを始めましょう。今回訪れた鹿島槍ガーデンは人工池としては最大規模といえる3つのフィッシングポンドを持つ管理釣り場。北アルプスを望む大自然の中で釣りを楽しめます。今回はですねちょっとね新しい子が来ましてね、釣りはやった時がある程度でございますんで管理釣りは初めてですね、はい、でうちのこのお嬢がですねこれからの上達するかどうかがねなまあね、はい、ということで、まあ、とりあえずね、鹿島槍に来ましたから魚は釣れますんでね、まず投げるところからちょっと。みそのさんまずはキャスティングから教わります。30センチぐらいまで行ったなと思ったら止める、はい、それからここを回す、はい、拾う、はい、返す、投げる、止める。糸がピンと張ってる状態からハンドルを勢いよく回して返す。はい、はい、やってみよう。はい、はい、2本の指で持つ、はい、はい、ベールをそう、そこに持ち上げて返す、はい、はい、後ろに振る片手だけ、はい、で止める、止める、はい、返す、返す、はい、そうです、そうです、はい、はい、ここで村田さんキャスティングの時に最も大切なことをアドバイス。釣り竿の反発力というのを使うのね、バネを、バネの力を使って、はい、こう持ってる、持ってる、後ろに振る、止める、曲がる、後ろに振る、止める、曲がる、はい、止める、曲がる、止める、離す、うん、前に全然振ってないじゃん。はい、うん、溝野さんできるでしょうか。今後ろに行ってる時は竿曲がってないよ。はい、前から後ろに振るの、前から後ろに振るの、そうすると竿が曲がってそれを返す。あ、はい、そう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 。何度か投げているうちに少しずつ様になってきました。できるじゃん。実は彼女にはですねここに来る前にあることをやってもらったんです。何をっていうと、例えば、ルアーが来まして、だいたい持つ時はとにかく2本の指で持ってくださいというようになりました。で、ある程度30センチぐらいのところまで来たら止めます。止めてですね、今度は左手、左手いいですか。この左手をですね、このベイルアームというんですが、ここにあのラインローラーというのがあります、ね、でこれを上に上げるんです。ここ以外の位置で持たないでというのを教えました。
取れない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 、ここだけ拾えます。いいですか。こう巻いてきました、止めます。よくハンドルで動かそうとする人がいる、もしくはですね自分で指で離して指で拾いに行く人がいる。この人は1本の指で持ってますんで、これ絶対やってはいけない持ち方です。いいですか。必ず2本の指で持ちます。2本の指で持ってある程度いいなっていうところまで巻いてきました。このラインローラー上に上げます。そして拾います。で投げた時に指を出します。でそうするとここに糸がピンと張ってます。この状態からハンドルをクンってやると戻りますよ。いいですか。一連の動作もう一回いきますよ。巻いてきます。ここで止めます、拾います、投げました、止めます、ここでプン。これだけを教えました。一番大事なのはこのリールの扱い方を教えてあげれば誰でも簡単に覚えられるということです。ぜひこれからやりたいという方がいましたらですね、そこのところよろしく。キャスティングの仕方も覚えたところで、いよいよトラウトフィッシング開始です。今これ 3.5g のロールスイマーがついておりますので、ねちょっと釣り方を見せとこうね。管理釣り場初めてだもんね。初めてこれ基本的にさっきやったようにいいところに投げてくれればいいので、落ちますね、はい、落ちたらゆっくり巻く、ゆっくり1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ちっちゃなマスのところはもう少しゆっくり巻いたりするので、大きなマスはねあんまりゆっくり巻いてると見切っちゃうのね。もういらない、あなんか違うこれみたいな感じだから、いいところに何回かこう右左と投げてもらって、はい、あんまり沈めるとここは藻があるから藻が絡んでしまうんで、その藻面と言われる上の方を引いてきてくれるといい、はい、でその時に糸をよく見ながら、今糸がふわ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 ってしてるでしょ、はい、この糸をよく見ながら巻いてくる、うん、でこの糸が変化する、もしくは釣り竿がグニッて曲がる、はい、曲がったらビシッと合わせるね。ビシッとビシッと、はい、誘い方を教えてもらい、みそのさんもやってみましょう。ユウマズメを狙ったトラウトフィッシング、果たして状況はどうでしょうか。来た、うん、もう一回、あなんだよ、いい食い方だったね君ね。いいよねドランが出るのって。これ C2000 に2500番のスプールを巻いてライン5ポンドです。だからそんなにドラグ緩んでないよ。だからそのぐらいパワーがあるってことよ、ね、でもこれがブラウントラウト、はい、ちょっと色がブラウンがかってるでしょ、うん、普通の切り場だったらね、はい、これはもう最高サイズぐらいなんだけど、うんうんうん、ここでは一毛池ではアベレージ系なの。すごい、うん、本当に君よく引いてくれる。おお、はい、よいしょ、いました、ブラウンです。太いでしょ、うん、ね、この魚めちゃくちゃ太いからね。いやちょっとだけ持ち上げてね、皆さんに見てもらいましょうね。1、2、2、2のよいしょ、ういほらこんなんです、こんなんです。あ、いいですか、はい、すごい、いや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 、ブラウンでございますよ、ね、うわっ元気ですね。
もう今ファイトした、じゃ長いファイトをしたから、はいはい、もう向こうも元気はたるというの、うん、今はぁなってます、ってなってるからこれは回復を待ってあげないといけないよね、はい、そうじゃないとそのままお腹を見せて倒れてしまいますのでね、はい、はいはい、ありがとうございますね、はい、村田さん、さらに大きいトラウトを狙って釣りを続けます。あ、かわいいのが一号池最低サイズ、1号で一番小さい。あ、アメマ、アメマスです。北海道原産ね。この白い点がね、白い点、これがね、瞳より大きいっていうのが、まあ一つの、ああごめんね瞳より大きいというのがね、これ海にいるともっとこの白い点がもっとでかくなるんですよ。超かっこいい、俺大好きなんだ、北海道にわざわざ、このアメマスを僕らは釣りに行きます、ね、今はこのカシマイルガーデンに入ってるんだね、皆さんももしかすると、ドリーバーでもしこのアメマスが釣れるかもしれないです。めったに見ることができない貴重な魚にも出会える、それが鹿島槍ガーデンの魅力の一つです。トラウトフィッシング初挑戦の溝野さんもそろそろ魚の引きを味わいたいところ。遅すぎる、だから下に着いちゃう。もっと早く動かさないと、はい、こうでしょ、今つけて、はい、今ここ浅いからこのぐらい1、2、このぐらい、もう向こう相手も見ながら、はい、相手も見ながらこう巻いてくる。今こうやってるの、今こうなってるの、下についてる、うん、こう泳いでないんだよ、はい、浅いところではゆっくり巻いてくるとルアーがそこについてしまうため、少し早く巻くのがポイントなんです。お、伊藤が来た、来た、あがった、あー今伊藤なのに難しい、もっと強く、もっと強く、うん、はい、釣りは合わせが肝心。みそのさん、できるでしょうか。お、お、来た、来た、今度こそ今度こそこれを巻き続けたらいいですか、うん、まっすぐにしないで少しずつそのぐらいの角度でこう釣ってる、はい、あんまり釣り竿は立てろ立てろっていう人がいるんだけど、竿はそのぐらいの角度、はい、もう今逃げられないと思ってるでしょ思ってます食らうんです。いいよいしょ、やりました、ブラウンのオスですはい、ヒットルアーでございます。これがロールスイマーのアルミバージョンでございます。先ほどからブラウン、ブラウン、ブラウンって言ってるのがこれ、そしてブラウンです。こんな感じにすると、はい、うん、もうはい、持ってる感じ、はい、はい、感じはい、はい、森の皆さん、みんな写真撮ってあげてくださいはい、ね、これがブラウントラウトでございます。ねえ、大きいじゃありませんか、はい、みそのさんも
初めてのトラウトに出会えたところで本日の釣りは終了。いい子だ。だからもうやることが今はこうどちらかというとふにゃふにゃってなってるのが、はい、これピッて動くようになると、はい、よくなってる。次回も鹿島槍ガーデンでトラウトフィッシングを満喫。幻と言われるあの魚が登場。はい、いました伊藤くんです。すごい。さらに大町市の歴史も学びます。お楽しみに。今回使用したタックルはこちら。初めてでも存分に楽しめるトラウトフィッシング、皆さんもぜひ体験してください。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、しまのの提供でお送りいたしました。